カス郡はアメリカ合衆国アイオワ州の南西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は 13,956 人であり、2000年の 14,684 人から 5.0% 減少した。郡庁所在地はアトランティック市であり、同郡で人口最大の都市でもある。カス郡はミシガン州選出のアメリカ合衆国上院議員であり、1848年大統領選挙で民主党の大統領候補になったが落選したルイス・カスにちなんで名付けられた。カス郡は1851年に現在の領域で設立され、1853年には運営が始められた。宗教的迫害を受けたヨーロッパ人が郡当初の住人になった。イリノイ州から逃げてきたモルモン教徒が初期開拓者であり、1846年にインディアンタウンの町を設立した。インディアンタウンでは、郡庁所在地を選ぶ3人の選定委員のうち2人が選ばれた。彼らが選んだ場所は、インディアンタウンから1マイルの場所であり、ルイスと名付けた。インディアンタウンの住人と企業の大半が、ルイスの町の区画割が行われた直後に、そこに移転した。1856年、キワク組の郡庁舎が建設され、その8年後には、郡財務官事務所として、小さな石造りの建物が完成した。1857年、郡庁所在地をグローブシティに移そうという動きがあったが失敗した。1869年10月20日、郡庁所在地を移転することについて、住民投票にかけられ、理事会がアトランティック市を郡庁所在地と宣言し、郡役人にはそこに移るよう命じた。1872年、アトランティック市では最初の郡庁舎が完成した。それが完成するまで、郡の役所は様々な空き家を使っていた。その10年後、2代目の郡庁舎が建設された。$65,000をかけた3代目の建物は1932年の火事で焼失した。火は時計塔に始まり、2階部分をすべて焼き尽くした。郡の記録と設備の大半は持ち出された。現在の4代目カス郡庁舎は1934年に完成した。これが建てられている間に、郡事務所はアトランティックモーターズビルに置かれていたが、強盗が財務官の金庫を盗もうという事件が起こった。強盗たちは妨害されて逃亡したが、金は盗まれなかった。4代目の建設費は$130,000だった。そのうち$65,000は郡の債権で賄った。$46,500は保険から、残りは連邦政府の公共事業管理局から補われた。コンクリートとレンガで作られた建物は3階建てである。1934年12月26日に落成し、祝辞を述べたのはクライド・L・ヘリング州知事だった。監督委員会が新しい監獄の増設を承認し、1984年に完成した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は 565.01 平方マイルであり、このうち陸地 564.33 平方マイル、水域は 0.68 平方マイルで、水域率は 0.12% である。カス郡は、ネブラスカ州カス郡に近く、どちらも放送をオマハから受けているので、カス郡とだけ言うと、曖昧さが残り、あるいは混乱を生んでいる。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。カス郡は16の郡区に分割されている。ありがとうございます。